いや、何かを伝える立場でありたい、まあ、この仕事が向いてるか向いてないかで言うと、私はもう絶対向いてないと思って。え、あ、そうなんですか。圧倒的に向いてないんですよ。やっぱこうなんか、お前口から生まれたのかみたいな人っているじゃないですか。まあもちろんいらっしゃいます。もともと喋ることが大好きで、何かを伝えたくて、自分から発信したいっていうタイプの人って、もう本当に今、子供6歳の娘育ててても、うん、周りにその同世代の子供がいて、あ、もうこの年から決まってるなって思うんですけど、娘とかは結構すっごいシャイでこう黙ってるタイプだけど、自己主張すごい強いタイプってもうこの年からいるんだなみたいな。いそう。で、これって一生変わんないだろうなみたいな風に思うんですよね。そういう風に考えると、私はもう昔から別に自己主張するタイプの中でして、あ、どうぞどうぞお先にっていうタイプだったので、なんかこう自分が何かを伝える、私が何かを発信するみたいなのは絶対的に向いてないんですよ、気質は。絶対コアの部分は絶対向いてないと私は思ってて、はい、でも環境的にそうする仕事に恵まれたというのがあって、はいはい、こうなんか後付けですよね、完全に。もうペットボトルの周りに粘土くっつけてるみたいな感じで、空のペットボトルに一生懸命粘土くっつけてますみたいな感じなんですよ。僕もナレーションもやると思ってこの世界全く入ってないし、お芝居も全くやるということを一ミリも考えずに、お笑い芸人になりたいって入ってるわけですよ、わーいっつって。いやー、だから人にやってみたらいいんじゃないって言われて今こうなってるっていうことで言うと、やっぱり外側なんですよ、側なんですよ。でも三谷さんに見染められたわけじゃないですか。まあまあまあ、そうだね。でもそう、ありがたいことですよ。だからそれはでも自分じゃ気づいてないわけですよ、うん、だから本質が合ってるかどうかは僕も分かってないんですけど、ナレーションにしても。でも周りの人がそれがいいよって言うんだったら、それはやってみようだし、うん、っていうとこで言うと、本当の自分とかっていうのは別になくてもいいのかなと思ってるとこもあるしっていう、うんうんうん、外骨格と内骨格、何ですかそれ。要するに人間って骨が内側にありますよね、肩が、はいはい、それ内側に骨格がありますよね、はい、でカブトムシとか虫って外側が硬くて中が柔らかい、はい、確かにあれ外骨格っていうらしいですよ。で自分はもう外骨格の人間だなと思ってるんです。なるほど。で僕はもう中身はゆるゆるですと、中身は柔らかいふにゃふにゃしたもんですよ、はい、体液ですと、はい、で、はい、でも外側をなんとか皆様がこうやるのやると合うと思うよ、うん、しっくりくると思うよ、だからやってごらんって言われて、うん、俳優さんやらせてもらったら、うん、やったらやったで合わないわけじゃないから楽しいわけですよ、うん、僕もお芝居の仕事大好きだし、ナレーションの仕事も大好きだから、うん、でもやっぱりね、外骨格な感じがしてるんですよ。はで内骨格側の人に憧れがあるんですよ。でもね、もう慣れないんだなっていうのを、この年になってもうさすがに諦めたってところなんですよ。でもそれだけお芝居やってて内骨格じゃないって思うんですか。思います。だからそういう風なことを考えてらっしゃるのかなと思ったんです。大島さんも内骨格じゃなくて外骨格系なのかなって、うん、外骨格だなと思います。でも、うん、そういう生命体がいても別にいいわけです、まあ、全然いいと思います。確かに中にある柔らかいものの情熱が熱いものであればいいと思っているし、確かに。だからその内側にある熱いものっていうのは何なんだろう、大島さんのっていうのもあるんですよ。え、石井さんなんですか、内側にある熱いものって。僕なんだろうな、でも結構割と子供っぽい人なので、うん、なんていうんだろう、純粋に楽しいと思ったものは楽しいって思っていたいし、うんうん、僕も顔に出るものは面白くないと思うものは面白くないっていう風な正直に、ね、この正直な自分でいたいっていうのがあって、うんうんうん、それをちゃんとこう柔らかいものを外に出してたいなってなりますね。あ、でなんかその柔らかいものが噴火して出るじゃないですか、うんうん、それが外に出て冷えて固まって外骨格になるみたいなイメージ、中はマグマでいたいなっていう、うんうん、それを中まで硬くはしたくないなみたいな、いうようなイメージなんですよ。いいと思うのはいいって言いたいし、そういうふうになんか性格を考えたことがなかったかもしれないです。だから、まあ、確かに本当の自分ってなんだろう的な話とかってよく出るけど、いや、どれが本当の自分なんだろうなっていうふうに思うのもあって、こうやって飲んでるのも本当の自分だし、なんかニュース読んでたのも別に
嘘ついてたというか、なんか別の部分の力を使ってたのかなっていうふうなのを思うと、別に嘘ついてたわけじゃないよなっていうこの感覚があったので、はい、なるほどって思いました。その外骨格っていう感覚、うん、外骨格なのかな、うん、だから、うん、内側の大島さんを知りたいっていうのは多分、うん、あの視聴者の皆さんもあると思うんですよ。内側はビールです。ビール私の血はビールでしている的な感じなんですね。内側ちょんちょんって針穴開けたらビールが出てくる麦とホップ麦とホップですねでもそれもすごいす、ね、いいと思うんです。僕そうですね、なんかふわふわはしてますけど、そのふわふわが、うん、今まあ YouTube で出せてると思うんですけど、うんうん、もっとメディアで出せるようになるまでどれぐらいかかりそうですか？わからない。多分、まだ求められるじゃないですか、はい、その硬い方の。そうですね。なんかでもそこも必要だと思ってて、アナウンサーとしてのその仕事もやっぱあるわけですよね、はい、司会業があったりとか、はい、まあ、MC もしたりするし、でその一面がありながら、実はでも本当に人間らしく、本当は実はヘナヘナなんですっていう部分も両方あるので、両方あるのがバランスがいいんじゃないかなっていう気もしていて。ああはい、うん、司会業、バラエティ、YouTube みたいな三角形がいいのかなっていうふうに自分の中では思ってますが。あ、でもそういう意味で言うと、うん、バラエティの振る舞い難しくないですか？めちゃくちゃ難しいです。一番難しいですよね。難しい。だから YouTube ははっきりこの極端じゃないですか、うん、もう報道だったらガチンってやるっていう、うん、その今まで十何年やってきたスキルがあるからそこはできるじゃないですか、はい、で、ゆるいのを見せてくださいって YouTube でこうやってお酒飲みながらダラダラ飲んで喋ってってできる。でもその間にあるバラエティのところのバランスってめちゃくちゃ難しいですよね。そうなんです。ただやりたいのはバラエティだなって自分の中でずっと思ってたんですけど、はい、実際にフリーになってからやってみて、はい、いやとんでもない世界なんだなってっていうのを感じて、なんか安易にバラエティやりたいっていうふうに大声で言えなくなったっていうのもちょっと事実かもしれない。へー、あーそうですか、うん、ただやっぱりテレビの私の中での一番華やかな世界って私の中でバラエティなんですよ。おー、うん、なんかそこはやっぱりそれがやりたいなと思ってフジテレビに入ったっていうのもあったんですけど、やってみて一番実は恐ろしい世界だなって思ったから、なんかいやバレて出たいんですって言っていいのかなって逆にちょっと2歩ぐらい引いちゃったっていうのはある。ただ出てると一番反響があるのは間違いないんですよ。あ、やっぱりそうなんですね。うん、うん、出た時の見たよっていう風にそういうリアクションとか、まあ、連絡が来たりするのが大きいのはバラエティだなって思います。いまだに。ちなみに、うん、お芝居はやりたいと思ったりしますか？はいいや、ね、いや思いますよ、まあ、思いますけど。お芝居いけそうですよね。それこそ私の中で持ち合わせたセンスの有無がものすごく問われるなって思っていて、こうもう一番入り込むのが怖い世界です。いや多分大丈夫っすよ。何故何故あの、はい、なんていうんですかね、うん、姿形が大事な、あのメディアなんですよ、やっぱ。まあ映るのがね、映り、あのその結局物理的にどうかっていうところなんで、はい、へー、はい、やっぱりそこ大きいんで、そういう意味で言うと、はい、ビジュアル的にも声質的にも多分お芝居は合うと思います。へー、本当は合うんだろうなって感じは僕はしてるんですよですってどう。いや、なんかもう自信持って、あ、そうですか、じゃあやりますって、もう一番言えない世界かもしれない。そうですか。え、実際にお芝居されて、はい、なんかここの部分だなっていう、こう自分が求められてるのって手応え感じたのって何だったんだろうと思うんですよ。
手応え、うん、ここがすっごく面白いところで、はい、僕お芝居がすごい好きなのが、はい、バラエティって、うん、すぐその場でリアクション返ってくるんですよ。あ、それで結果が分かるじゃないですか。確かに確かに、もうすぐ分かる、もうすぐ分かる、もう滑ったな、受けたな、今いい空気になったなとか、全部分かる、肌で分かる。ドラマとか映画とお芝居の世界って、まあ、舞台は別なんですけど、うん、舞台も分かるんですよ。そうですね、はっきり返ってくるんです、はい、全く分かんないですよ。ほう、そのまさにフィールドレポーターのお仕事をしてた時期に近いんだと思うんですよ。確かに、これが今何のためにやってんだか、うん、何だか分かんないで、今の監督は OK ですって言ったけど、うん、本当に今の芝居で良かったのか全然分からない、今も毎日が進むんですよ。でめちゃめちゃタイムラグ空いて、そうですよね、優秀なスタッフさんたちがギュッてまとめて作品に仕上げてくださった時に、あ、こういう形になんだってなるっていうのの結果の出なさ加減がすごく辛いところでもありいいところでもあるんですよ。だからずっと手応えがないんです。なるほどね。で手応えがないのに耐えられるタイプの人は多分向いてるんですよ。やっぱり結果求めちゃうじゃないですか、僕だって、うんうん、でもなんかね、結果が出ないけどなんかやるっていうタイプの子って向いてそうな気がするんです、僕の中ではですよ、はい、なんかわかんないですけど、うん、もうまさにこの YouTube そうですからねすいません、僕は長々喋ったせいで、一回カメラ止まってメモリーカード入れたんですけどその間にちょうどお酒がなくなったんで、はい、ちょっとアドバイザーゼロ、これはもうちょっと一緒、はい、なんかだから飲んでみてもらいたかったんですよ。飲んだことない。そのやっぱ絶対ビール党の人って、はい、もうノンアルビールとかありえない、ちょっとないですね。ないでしょ、口にすることないですね、はい、でもこれあんま見たことないでしょ、アドバイザーの。はい、初めて見ました。ノンアル感は感じると思いますけど、うん、ちょっと飲んでいただきたいんですよ。いいですか、はい、僕もすこれで一回、大丈夫です。はい、すみません。あ、どうも、ありがとうございます。どうですか、もちろんノンアルですから、うん、物足りないと思いますけど。あ、確かに。このなんか、後味が全然違う。そうですよね。うん、結構良くないですか、うん、その、もちろんノンアル感あるけど、うん、ちょっとどうしてもこの後仕事だけど、カーってやりたいみたいな時、うん、いや、いいですね。これまだいけるなと思ってるんですよ、僕。へー、そう、すごい。でバドバイザーってビールは結構サラッとしてるじゃないですか。そうですね、軽めですよね、うん、だからそれでさらにノンアルだと大丈夫かなって思ってたんですけど、はい、一番ビールっぽいから、そう、ちゃんとビールっぽいんですよ。すぐ飲み合っちゃいますけどね、これ水ですねでもなんか水のような、でも後味確かにそう、ちょっとビールっぽいんですよ。ビールっぽい。これはあれなんですって、なんだっけ、脱アルコール製法かな。へぇ、ビールとしてアルコールがある状態で一回作ったやつのアルコールを抜いてっていう、はいはい、ほんとだ、はい、作り方してる。ワインとかもそういうのあるんですよ。へぇ、脱アルコールっていうノンアルコールのために作るんじゃなくて、うん、アルコール入りで普通にワインとしてビールとして作って、うん、アルコールゴンって抜く。いや、もったいないそういう発想なんだ。そういう発想なんだ。そのアルコールください。そのアルコールくださいっていう。ね、また普通のノンアルと違うんで。そうなんですよ。もしどうしてもお仕事柄飲んじゃいけないけどビール飲みたいという時、いいですね。僕はもうアマゾンで箱買いしますから。それ冷やしちゃいます。もう今日は明日の仕事早く飲めない。我慢しなきゃっていう時にこれ食って飲んで。ね、晩ご飯と一緒にキュッて飲んで我慢する。脳を騙しながらね。そう、騙しながら。これ朝一で飲みたいな。朝一で飲むとかなりね、いいんですよ。朝一で飲みたい。はい。子供を自転車で最近送るともう汗だくなんですよ。そうですね、30分やっぱり自転車こいで帰ってきてシャワー浴びるんですよ。はい、絶対シャワー浴びた。でもこれ飲んだら何にも仕事しようないですからね。そうですね。シャワー浴びた後これ絶対飲みたいですね。これこれ箱買いしますね。ちょっと箱買いいっちゃってください。すごいわ、これは。ありがとうございます。ありがとうございます。またちょっと今後。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、普通に飲みましょう。いや、普通に飲みましょう。T さん交えて。T さん交えて。お願いします。ありがとうございました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 。